こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は YouTube に関する情報商材についてお話をしたいと思います。まずはこちらをご覧ください。チャンネルの再生回数を増やす方法。1、まずサムネイルはちゃんと作ってますか？サムネイルの画像に文字を入れるだけでも見やすくなります。そして多くの人にも見てもらえます。オリジナルのサムネイルを作りましょう。2、タグは使ってますか？できるだけ多くのタグを入れるだけでも誰かが検索した時にあなたの動画をより再生してもらえます。他の方の名前をタグに入れると良いというのを聞いたことがありますが、これもおすすめします。ですがやりすぎるといけません。3、タイトルについて。普通に〇〇実況、無双したぜ、なんていうタイトルは普通すぎて見てもらえますが、より見てもらうためには、衝撃ゲームの名前は意外と無双簡単、みたいにすると少しは見てもらえます。ここで言いたいのは、衝撃と文字を入れることが大切です。他には、閲覧注意、放送事故、ガチ〇〇、驚愕、吹いたら負け、〇〇まとめみたいなワードをタイトルに入れるだけでも効果が違います。でも、タイトル詐欺は逆効果です。4、継続した再生回数を稼ぎたい。このためには、チャンネル登録者を増やせば可能です。単純計算で1000人登録者がいれば、800人は確実に見てもらえます。チャンネル登録者を増やすには、簡単に申し上げますと、編集をしっかりとやり、また見たい、と思う動画を作ることです。シリーズものにしたり、あなたのチャンネル内のオリジナルキャラを作る、なんて、ことも効果があります。それと腕も大事です。ゲーム実況なら、うまくないと、視聴者様はまた見たいと思いません。まずは、少し練習してから動画投稿を始めると楽です。5、BGM は入れてますか？これは大事です。でも音量には気をつけましょう。また、商用フリーの BGM を使うのをおすすめします。ゲーム実況に合う、やいろいろな分野に合う私のおすすめの BGM は、NCS という YouTube のチャンネルの動画がおすすめです。6、いいね。コメントはされていますか？いいね、コメントが多いと、誰かのあなたにおすすめに表示されやすくなります。いいね、コメントお願いしますと、動画内で促すだけでいいので簡単です。コメント、いいねを増やすサービスも出品しております。よかったらそちらもご覧ください。7、声の大きさや声のメリハリはありますか？ボソボソと喋るのは論外で、原則、大きな声を出していきます。喜怒哀楽が、はっきり声に現れる動画は、メリハリがいいです。特に、音楽系で歌う場合は、ボイストレーニングも徹底します。この1から6をしっかりとやっていただければ、再生回数、チャンネル登録者も増えます。今後も少しはサポートすることはできますので、気軽にお申し付けください。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。他にもいいね、コメントを10人分増やす、代行やサムネイルを代行作成、チャンネル登録10人分するサービス、動画の評価など出品しています。そちらもよかったらご覧ください。ツッコミどころ満載。まずはこの3つ、まあ一番、まあ子供の作文だなという感じ。そして、まあ、情報商材としてのお得感、これ500円で売っております。ああ、この情報商材買ってよかったなというお得感が全くありません。そして3つ目、これが一番大きな問題なんですが、YouTube の利用規約は大丈夫かということです。先ほどの情報商材を具体的に見ていくと、まあ、1番目、まあ具体的なサムネイル画像の説明が全くありません。で、2番目、タグに関する、YouTube の制限事項について一切書いてないですね。そして3つ目、
まあタイトルの工夫なんですが、もう皆さんすでにやってますんで、そんなことやっても効果はありません。で、4番目、再生回数や、チャンネル登録者についての、具体的な項目、内容が書いてませんので、何のこっちゃろかいということ、まあそれとこれ後でまた話をしますけれど、完璧な YouTube の利用規約違反です。そして5番目、YouTube チャンネルから楽曲をダウンロードするのは、これもアウト、ダメです。で、6番目、いいねとかコメントの、根拠が非常に弱いですね。そして7番目、音声、声、これは当然すぎるんで、あえてね、情報商材として、ここにね、書く必要はないかなと思います。まあこれ変な日本語なんですが、そのまんま掲載しました。チャンネル登録10人分するサービス、これはアウトです。自動化された方法やマーケットプレイスを利用して YouTube チャンネル登録者数を増やそうとするサービスは、YouTube 利用規約の以下の条項に違反します。第三者のウェブサイトからチャンネル登録者を買うこと。第三者のウェブサイトで提供される複数のチャンネルに登録させる代わりにチャンネル登録し返す相互チャンネル登録とそのサービス。再生回数の購入もアウトです。自動的な手段または動画の視聴を強制したりユーザーを騙して視聴させたりする試みによって YouTube の再生回数を獲得するサービスは許容されません。これには次のような行為が含まれる場合があります。再生回数の購入、サードパーティのウェブサイトからの再生回数の購入、再生回数1万回につき10ドルを支払うなど。はい、ということで、まあ、今回はね、YouTube 系の情報商材についてのお話をしました。かなりね、YouTube の利用規約に違反するような内容もね、含まれておりますので、安易にね、こういった、YouTube 系の情報商材には手を出さない方が良いかと思います。確かに私もね、情報商材というか YouTube に関する、コンサルのお仕事をしておりますが、まあそれはね、もちろん YouTube の利用規約内で行っております。ただ、PDF かなんかでポンポンポンと提供して、はい、これやればいいよっていう中には、そういったね、動画削除、またはアカウント停止につながるような、重大な YouTube の利用規約違反、コミュニティガイドライン違反、ポリシー違反につながる内容もありますんで、その点はね、十分にご注意お願いします。そして、まあ、利用規約違反することなく、まあ、健全なね、YouTube コミュニティをね、守っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で失礼します。